おはようございます、釣り子 TV です。最新のビッグベイトと使ってきてみましたよ。なんとね、青木大輔プロ率いるディスタイルからね、ビッグベイトが出たんだ、作ってたんだってことでね、店頭に並んでたんで早速一つ行ってみました。フレックスローラー 168F っていうね、ルアーですね。まあ、こんなディスタイルっぽいね、パッケージに入ってビッグベイトだったんで、お店でね、すぐにね、ディスタイルのビッグベイトかいと思ってね、買ってみたんですけども、パッケージはねこんな感じで裏に説明書きがあって、安かないですね。マニアックスでね5390円ね、で買ってきました。なかなか安かねえもんだなと思いつつ、ただねちょっと一個は行ってみたいなと思ってね、買ってみたんで早速開封していきたいと思います。気になるのがね、どっかに書いてあったんだよな、どこだ、あ、そうね、ビローラテールプラスビッグベイト新感覚って書いてある。あ、なるほどね、あのめっちゃ釣れるビローラのテールの感じをビッグベイトの後ろに乗せて、それ釣れそうだわと思ってね、一個買ってみましたよ。パッケージから開けてみるとこんな感じで、スペアテールねついてますんで、これね見た目より張りがありますね。ちょっとこれスペアテール持ってきますけど、結構ね、あれこれ柔らかい、すぐちぎれちゃいそうな感じかなと思いきや、この結構硬くて強そうね。でしっかりと備え付けられてるなってのはね、ルアーの方見ても思ったんですけど、じゃあ本体の方を引っ張り出してみたいと思います。クリスターパッケージ、はい、こんな感じ、じゃじゃーん、いい感じですよ。思ったよりねすごいしっかりとしている、なんかカッチリとしている感じですね。168っていうところからもわかるように、通常この手のルアーってやっぱりジョイクロの178が基準になってくるのかなって思うと、そこより絶妙にねちょっと小さいんですね。小さくてカッチリしていて、で何やらギミック満載みたいな感じね。ちょっと裏の説明書き見たら書いてあるとは思うんですけども、あ、目も結構こう専用のね、なんか睨みつけるような、なんだろうな、すごいね、目もこだわってますね。で、こういう感じで丈夫そうなね、スナップが最初からこんな感じのに使ってよっていうのがついておりまして、で、針ね、フッ素加工のね、イカチ、結構もうそのまま出してすぐ使えるよっていう感じの針がね、ついてくれております。で、フロントフック、リアフックともに、こうね、スイベルで、ね、固定されております。これによって魚がかかった時に、この針が回転して、バレ防止になる。ね。このサイズ感でね、ちゃんと、こういったね、嬉しい、ね、ギミック、まずは、これね、ほんとバラさなくなるんですよね、こう回転すると。ここがね、固まってると、ルアーのこのボディの抵抗も多いからね、いろいろこう、魚の口元でね、いろんな抵抗を受けてね、プリンってうまいことね、魚ってね、ルアー外していくんですよね。それを、まずはね、この回転することによって守ってくれる。で、稼働する範囲がこんな感じですね。これはもう投げてみないとね、どんな感じの動きかってちょっとわからないんですが、まあ、広すぎもせず、狭すぎもせず、まあ一般的なね、稼働範囲かな。で、思ったよりケツが、ね、硬めなんだけど、この備え付けのところが、こういう細い、ね、棒状な感じでピョンって備え付けられているんで、もうちょっと他のビッグベイトだと取れづらいように幅広にこう、幅広のをギュッとつける感じなんですけど、こういう、なんていうか、
細長い棒状の奥まで入れてネジで固定しているって感じなので、これほんと確かにね、すげえよく釣れるね、あのメールはビローラの振動が確かにビッグベイトの後ろについているね。あ、これは釣れそうだねっていうね、まずそんな感じですね。で、まあカラーリングはね、これとキンキラキンなんだ感じのクロームのカラーだったんですけど、あ、なんかちょっとディスタイルっぽい綺麗なカラーだなぁと思って、こんな感じのカラーを選んでみましたね。で、ここにはなんか愛がついてますね、お耳みたいな感じ で頭にもね、これ愛ついてるんですよ。これはなんだろうな、ちょっとね、後ろの説明書きを覗いてみたいと思います。いろいろギミックの説明あると思いますので、ビローラテールプラスビッグベイト、イコール新感覚ということで、フレックスローラー168、超過の壁を打ち破るビッグベイトで釣れないを克服する突破口、ショートディスタンスでもカービングターン、近年のフィールドはハイプレッシャー化が進み、ビッグベイトをただ巻いても壊せづらい状況へ変化しています。フレックスローラーはアングラー側がバスに対して仕掛けることができるビッグベイトを目指しました。メインボディはフラットサイド形状にすることで溝をしっかり、切り込み、アングラー側が意図的に、首振りアクションを仕掛けやすいレスポンスを実現。ジョイント部の、可動域を大きくすることで移動距離を抑えたテーブルターンが可能。一回の、キャストを無駄にしません。流れや風のないエリアではデッドスローで巻くことで、アイジアクションを再現することも可能ということで。で、まず、上のアイが上部多目的アイ。アシストフックやボトムステイで使用する場合や、裏技のロールアクションをする場合のアイ。裏技のロールアクションって何ですかね、気になりますね。ビローラテール、小刻みにテールがバイブレーションすることで強烈にバスを誘いバイトさせます。また静止時でも、水流や風などでテールが水をつかみ動き続けます。サイドアイはトリプルフックをつけることで側面側のアタックバイト対策とボトム放置時の根掛かり対策として活用できます。で、ローリングスイベルアイ採用ということですね。あ、でカラーね、ちなみにこれライムトラウトというか、フローティングなんで、48g ね、そういう重さですね。まあ投げやすい感じの重さなのかなというところと、これで書いてあっていくつか気になったところだとね、もうただのこう、なんていうか、ただのって言ったらあれですかね、 S 字形っていうより自分で仕掛けていって、でカービングターンっていうから、まあその場でもね、結構な首振りをしてくれるんじゃないかなね。まあ、現代のビッグベイトの使い方ですよね。自分もね、ビッグベイトで魚釣るときも大概ね、ちょんちょんね、アクションするんですよね。ただ巻きで釣ったことってほとんどなくて、クイッ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 クってね、こうね、魚の目の前で何回も、なんだろう、8の字を仕掛けるようなつもりで、ちょん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 ってアクションを入れることによって、で、ルアーが沖ではね、その場でこう、もうテーブルターン、テーブルターン、テーブルターン、テーブルターン。そんな感じで使うと、まあ、なんか最近のビッグベイトってよく釣れることがあるなーっていうね。そういう印象があるんで、なんだろう、そういう使い方で使ってよみたいな感じで説明書きが書いてあったので、あ、これはちょっと買ってみて、ちょっと欲しかった感じのビッグベイトかなっていうね、そんな感じがしております。まあね、もちろんブラックバスでもね、ゴリゴリに使うんですけども、ちょっとね、今年のシーバスでビッグベイトね、なんだろう、あれ、サニーブロスの、ブラッドスタイルだっけな、まあやっぱこんなような感じのコンセプトのね、ルアーがね、ほんとよく釣れてるんですよね。で、バカでっかいルアーがあんまり今年まだ自分は聞いていないんです。まあ、メガドックとかね、20センチ超えのルアーでも、釣れてはいるんですけども、まだね、餌のサイズが小さいからかな。ちょっとその20センチ超えのルアーより、抑え気味の、そう、ジョイクロで言うと178サイズとか、そこら辺のサイズを入れることによって、
8時オーバーのシーバスとかね、ちょっと大きめのサイズとかね、ちょっと小さめだけど、ミノとかまでサイズを下げないで、ビッグベイトの中のちょっと小型めを入れることによって、すごいいい反応が得られてるんです。そこに来て、ちょっと今まで持っていなかった、こう、168っていうサイズ感のビッグベイト、ね。これ、ちょっとドンピシャなんじゃないかな。一つ買ってみました。ね。なんだろう。マッチザベイト刺して、その、いる魚の中で、最大級のサイズを狙うために、ね。そんなイメージでね、一つ買ってみたんで、もちろんチャンスだったら、まあ冬場でもね、ブラックバスでも、投げていこうかと思うんですけども、ちょっとね、海のね、この白パターンの今年2022、こんな感じのルアーが効くんじゃないかなと思って買ってみました。はい。というわけでね、まあちょっと開封していろいろそれぞれの部品を見てみたんですけども、このフラットサイドな感じと、あとこの可動域の感じ、あとそもそもの、なんだろう、結構後発ですよね。後発でもこういった感じのビッグベイトを出してくる、なんだろう、ディスタイルの意気込みっていうかね、そこら辺どんな感じなのかなと気になって一つ、買ってみて開封してみましたよ。早速ね、ちょっと船出せそうなタイミングではどんどん投入していこうと思いますので、実際に使った感じなんかはもう実況動画の方でね、ご報告していきますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい。というわけで本日の釣り子 TV は、こちら、ディスタイルのビッグベイト。フレックスローラー 168F ですね。これを買ってみてると、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。